て海沿いを離れ藤沢の市街地へ。線路沿いの通りを歩いていると、お、湘南クッキー。え、湘南クッキー、こういう売り方。そこにはずらりと並んだ自動販売機、そしてコインロッカーの中にクッキーが。一体なぜ？あ、こんにちは、地元の方ですか？これ湘南クッキーの自動販売機って、はい、買われたりします？あ、たまに、まあ、そんなに毎日じゃないけどたまに買います。でちょっとしたお土産とかで。そうですね、安いし。そうですよね、箱買いだと結構、はい、どれおすすめですか？これが、いや好みで、でも全部美味しいと思います。本当で、でも楽しそうだからビールしてる。ここ湘南クッキーって買われたりします？たまに買います。自動販売機って多いんですか？この辺じゃあ、なんていうのかな。そうですね、割とあちこちにあります、はい、へえ。何おすすめですか？どれいい？ごめんね。どれ好き？買ってあげるよ、買ってあげるよ。どれ好き？1、6で、ここ購入、ドン。いくつですか？何歳？5歳？4歳だよ。4歳じゃん。1個ごまかしちゃダメじゃん。それも大人に。はい、どうも、こちらこそありがとう。今度はコインロッカーで買ってみることに。じゃこと、青さの。ちょっとこの古さ、なんかいけないもの買ってる感じがするの、私だけ。昔ね、いろんな自動販売機ありましたよね。来ました、来ました。白い砂浜とじゃこ瓦、青さの磯。300円でこの3種類のクッキーが。一ついただいてみましょうか。じゃこにしようかな、せっかくだから。湘南限定だもん。じゃこ入ってる。不思議不思議、しょっぱ甘い感じの、しょっぱいのかなと思ったら、クッキーはやっぱクッキーっていう甘さがあるから不思議。自動販売機とコインロッカー、一体なぜこのような形で販売しているのでしょう。その真相を確かめるため、湘南クッキー本社工場へ。するとそこにはおびただしい数の自動販売機が。商品を補充しに来た方に聞いてみると、やっぱり自販機っていうことは、365日24時間ずっと待機できますので、いつでもお客様に提供できると。実験費もかからないですし、自販機のみで湘南クッキーは、はい、やっております。便利さとコストパフォーマンスを追求した結果が自動販売機だったんですね。さらに、特にご贈答用だったりありますので、中にも領収書と紙袋がついてますので、会社の営業マンの方とかそういった方がご利用いただいております。なんと領収書と手提げ袋まで。この自動販売機は湘南エリアに100台以上。この辺りでは常識なんだそうです。